はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ウイニングポスト内2022続きやっていきましょう。2014年11月1週から難易度スペシャル引き継ぎなしお守り使用禁止の縛りプレイでやってます。さあ、11月1週この辺かで、エリザベスあって、そうっすね、まあ11月飛ばしてもいいね。11月4週まで行きましょう。一気に今回年末の手続きまで終わらせたいんですよ。15年入るところまでやりたいので、ちょっと11月は飛ばしちゃいます。オート進行で4週まで。機種はまあ OK で、柵越えがジャパンカップか。はい、オッケー。まあこういうのはエピファネイアっすかね。で、ジェンティルドナー、ジャスタウェイ、まあこの辺もいます。ゴルシね。日本よ、世界を倒せ、タムにシネさん。はい、エピファネイア、貴婦人、ジェンティルドナー、変幻自在。エピファネイアが乗ってますからね。ねえ、柵越え投資、いや、いいか。まあとりあえずこいつ鍛えよう。まあこれ鍛えて、エリザベスは？あ、負けたんか。3着ね。あ、瞬発出ましたね。A プラか。2歳。まあこれはダメっすね。厳しいね。で、これも厳しいっすね。3歳になったら引退で。はい、じゃあ進める？いや、投資、まあ1個使っとこう。はい、これで OK。 はい、勝ち勝ち。微妙やね。そしてジャパンカップ、まあ差しでいいっすかね。はい、ダイジェストと。おっと、一頭競争中止か。トレーディングレザー競争中止です。これは大変なことになりました。レースの展開にも影響が出そうです。エピファネイア先頭、残り 200m を通過して、先頭はエピファネイア、2番手はジェンティルドンナ、後続は大まあエピファネイア強いですね。エピファネイア1着で、はい、オッケー。2着にはどうやらラブリーデイ、3着にジェンティルドンナ、これが三冠馬だ。エピファネイア、さあ12月、キングポーカーどうすかな。ナブサップ最速キング、はい、まあ OK。
やこれ微妙っすね。いけてないね。チャンピオンズカップ、ダート界の頂点へ。初手よし、最速キング。でこの後海外行きます。はい、これで OK。 まあレベル高いっすけどね、行くしかねえ。投資もう一丁。はい、で OK ですかね。2歳はどうすかね。こいつだっていうのはいないっすね。ゴールド最速2着か。さあキングポーカー、キングポーカー先頭、外から里のキー、キングポーカー先頭、あと 200m、 先頭はキングポーカー里のキー、必死に追うキングポーカー先頭、2番手は里のキー、キングポーカーゴールイン、2着は里のキー。まあとりあえずスピード知りたいですね。1番人気に応えました。まずはスピード、見事です。ちょっと確認しますか。最速キング先頭、ナブサップに勝てれば相当強いっす。必死に追います。この差は果たして縮まる。あれ、タルマエもいる。あと 200m、 一気に後続がやってきた。2番手は国宝タルマエ、キングナブサップ迫る。最速キング、あやっぱ強いな最速キング。どうやらキングナブサップ3着に国宝タルマエ、これがキングナブサップに勝ったか。最速キング、でまあ国宝タルマエも抑えてね。まあそんだけ海外がレベル高いってことですね。はい、OK と。有馬はキングマンナっすね。まあきついですね。特性が欲しい。さあいろいろいます。騎手は完璧。最速キング精神 A プラ、賢さ C プラ、パワー S プラ、勝負根性 S プラ、スピード S プラ。めちゃくちゃいいね。やっぱ強いね。 OK、 非根幹距離任せましょう。よし、じゃあ進めます。キング覚醒 OK、 勝った、いいね。こいつはどうだ。2着か。エイリッシュを勝った。レインボーいけるね。マジかよ。はい、確認します。キングジャファー先頭、2馬身から3馬身のリード、残り 200m、 後続を完全に引き離したキングジャファー先頭です。このまま今のところアメリカンファローにぶつけるやついないですね。完璧です。圧倒的な強さを見せました。
ました。2着はビッグバンズ。あ、バンセイとかに強いやついるかもしれないですが、バンセイとかはねちょっと厳しいんですよね。間に合わないっす。はい、とりあえず OK。 キーンランド人気ないね。レッツゴドンキか。はい、まあネクストで2着、キングヨーク、あー今のところ負けてないで、キングリックに勝ってますね。スピード B プラか、ダメです。キーンランド賢さ F プラ、やっぱりレッツゴドンキか。 OK、 じゃあ進めます。アラナスもダメやね。これはいけるか。クラリティスカイ先頭、内からレステンダンキ、キングヨーク伸びてきた。ここから勝負をかける。先頭変わったキングヨーク、リードは1馬身から2馬身、あと 200m。 先頭は依然としてキングヨーク、2番手はロジチャリス。粘れるね。先頭だ。よし、 OK。 2着はダノンプラチナ、3着にロジチャリス。ダノンプラチナ、ロジチャリス抑えて勝ち。見事1番人気に応えました。よしよし、スペイン遅めやね。でスピード賢さが成長してる、いいね。でシャレーナブサップネーション OK、 最速頑張ってほしいね。有馬記念夢のグランプリ、ハムリー示された。はい、エピファネイア、お名馬が揃ってますね。いいね。さあ14年ラスト、ヨーク、まあ一応3冠いけるんすよね。まあとりあえずこいつは残すか。まあ王道プランで、はい、これでいきましょう。ネーション投資使っとこう。はい、じゃあこれでいきましょう。大物シャレー、まあ、どっちか来てくれると思います。ネーション先頭、リードは2馬身から3馬身、キングナブサップ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過してネーション意地を見せる。2番手はキングナブサップ、ネーション先頭だ。ネーション勝ったか。2着はキングナブサップ、3着にサンビスタ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはネーション。
まあ、ネーションもね、まあ、結構レベル高いっすからね。キングスペイン先頭、後続は大きく離れました。あと 200m。 めっちゃいい走りするやん。キングスペイン先頭です。このまま押し切るか。2番手はレッドアルビーバ。キングスペイン独走。キングスペインぶっちぎりです。2着はレッドアルビーバ。これは期待できるか。これは桁外れの強さだ。まあこんな感じでも、まあ、グッとみたいな時もあるんですけどね。グッと来るみたいな時も。よし、賢さ大事。 OK。 さあホープル、よく勝った。よし、いいね。でアリまあ厳しいです。最速は勝ってほしい。マイナス300なんですが、押し切れるね。このスピード気持ちいいね。こいつは晩成でカッパギ印ありです。まあレアっすね。遅めでカッパギ20丸より珍しいっす。はい、じゃああとは手続きやって今回終わります。でもこの手続きがねめっちゃ時間かかるんですけどね。まずは表彰式。はい、今年はこんな感じです。キングス柵越え、まあここはねエピファネイアに勝ちました。抑えて勝ちで、キングマンなんか頑張りましたね。頻発3冠、あと柵越えかで、最速キング強かった。あとはキングヨーク、まあこれそこそこ、まあ銀札って感じですね。アリマゴルシが取ったか。やるやん。はい、エピファネア、まあゴールデンセンスが強かったですね。トーナリスト頑張りましたね。強いね。はい、手続きします。さあどうしますかね。覚醒はもう一年いきます。覚醒は一回こうまあ衰え来てまあ復活してみたいな波あるんですよ。これまた復活します。まあ、ただもう8歳ですけどね。シャレシャレか、まあシャレは残すか。スタティラ、まあこれきついよね。悪くないですけどね。イーブン系か、どうすっかな。キングピストル、これ厳しいね。ピストルは引退で、ナブサブもう一年来ますかね。まあこれは結構強いっす。キングスプーン、まあこれも悪くないよね。これがクレアダート系。クレアダートでも残したいね。これクリアの KF。で、イーブン。ラブサップはまあ、打ってもいいけど、まだいけますね、こいつは。あ、これね、結構きついよね。これ以上は厳しいっすね。
最速キングはもう一年いきます。キングコング、これか。いや、これもまあこの辺なら戦えるんですよ。ゴールド最速、まあこれもね悪くないんですよね。まあスピードエスプラかなりいるので、激アツクロ、まあこれはこんな感じで使ってます。やっぱちょっと絞るか。まあこれイーブン系なんですが、スターティラー引退しよう。ナプサップ残して、キングスプーンはクレアダートは残します。でまあこいつは引退でいこう。じゃあちょっと多すぎるね。キングコングもスピード A なので引退でいきましょう。アウェーか。いや、ちょっとやっぱり残します。アウェイを残すわ。柵越え、OK。よし。じゃあ、これで。赤い彗星じゃなくてね。白い彗星。いいね。かっこいいじゃん。はい、繁殖牝馬ここやね。ちょっとまた後で考えます。お、イーブン来た。よし、イーブン来ました。まあイーブンロックも良かったしね。まあキングイーブンも最高でしたよね。まあイーブンマイルも良かったね。あ、イーブンリアル。さあ、繁殖牝馬溢れまくってますね。これはね、頭痛いよこれ。まあ、とりあえず今来たやつ確認しましょう。ここまで、まあこれはもちろん残します。はい、三冠取ったキングマンナー。まあ能力もねいいっすよね。でイーブン系スタキラー、これもちろん残します。あ、娘か。娘も残したいけどね。スターリー、まあスターリーは売ろう。あ、キーズね。クレアの系譜で、キングタウン、これがクレアダート。まあクレアダート残したいですね。でクレアの系譜、ウェイク。あ、ウェイクは売ってもいいね。これも、まあでもこれ残してもいいな。クイーン、アウェー。そうやね。まあこれ売るか。いや、絞らないといけないですからね。これ残してな。まあとりあえずこうですかね。ちょっとあと考えます。はい、売却決まりました。まあ売りたくないのもいるんですが、とりあえずこれで。シューボーバーはいいっすね。はい、OK。騎士はこんな感じ。そうか、この辺が引退か。
よし、チェックしていきましょう。下からいきます。早めてカッパギミカ20丸当たりっすね。はい、これは売却で。遅めで印なし。ダートステイヤ、これはね問題児です。でカッパギ印なし。まあ面白いの残しますか。はい、これはいらないっす。はい、これもいらないっすね。はい、これクラブで。遅めでカッパギ丸か。まあそれはいいね。まあただクラブでいいっす。早めでカッパギミカ20丸いいね。はい、超大物。これ惜しいね。クラブで。これいらないっす。これ売却、売却、売却。早熟か。遅め。万世、超物か。これ残します。さあ、こっからね。遅め。OK。まあ、これ売却で OK。千葉だとクラシック、超物。ただ遅めで、カッパギ印なし。まあ、スピードない感じっすね。クラブで。早熟。はい、クラブ。早めでカッパギミカ20丸。これいいね。ダート中距離、使いやすい。これいらないっす。早めで丸か。惜しい。まあ残してもいいんですが、クラブで。まあこれもクラブにしとこうかな。はい、これもクラブで。これいらないですね。早めでカッパギ丸ミカ20丸いいね。クラブで。これもクラブですね。覚醒か。まあこれクラブでいいです。よし、 OK。 じゃあスーパークロから早熟でダート中距離、これいいね。遅めでカッパギ20丸、ただミカが丸、なんか低いっすね。ただこれ残します。面白いので。万世。いや、芝だとステイヤー面白いですけどね。ステイヤーイーブンタフネスか。いや、これ面白いな。残そう。早め。カッパギミカ20丸。いいね。はい、これはクラブで。早熟で万世超物いいね。覚醒でカッパギ丸ミカが20丸惜しいね。イーブン系、まあ残してもいい。残すか。覚醒でカッパギが20丸ミカが丸、いや惜しいなこれ。いやクラブですか。いいです、どっちもクラブにします。ちょっと絞ってね。芝だと中距離超物 OK。 キングの子、まあとりあえず残すのはこれでいきます。はい、設定終わりました。まあいつも通りですね。
よし、オッケー。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お、ランク12、温泉旅行来ました。行こう。これからも頑張れってことやね。オッケー、任せとけ。はい、ナイス。スペシャル最高。大物シルバー。え、また旅行行くん？オッケー、行きましょう。そうやね。まあスミレっすかね。よし、オッケー。さあ、まずはね、まあ、やることいいんですよ、ここ。超物やね。チェックして、クロワックス、キングサタデー。で、アウェイ芝、大物ダート、キングガリレオ、ニンファどちらでも、印なし遅め、遅めでカッパギ印なし。で、大物シルバー。ね、どちらでもキング、ダートステイヤー、ですかね。はい、これで OK。 今印ついてるやつが超物です。超物こんだけいます。で、次は3歳チェックやね。これがまあ悪くはないって感じか。まあ、こいつ B プラなんですが残します。サンドロップ、いや、これきついね。まあ国内はね、まあやれるかもなんですが、どうすかな。まあ一応牝馬3回いてますね。一応残しとくか。
クリアの系譜。まあ、これ引退でいいかな。はい。じゃあ、これはちょっと引退します。あとは、これきついよね。これはきついね。引退しましょう。お、スピードエース。いいじゃん。ただ、賢さ、いいプラがいけてないね。海外厳しいです。3歳。賢さ、どんだけ伸びとん。あー、悪くないけどね。国内だったら戦えますね。キングアウェイ系か。どうすっかな。2400。キングアウェイか。これもキングアウェイやね。まあ、もうちょっと使います。で、リック。まあ、これ引退でいいか。じゃあ、リックは引退しとこう。はい、じゃあ、こんな感じで。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。